中日ドラゴンズ、ネオアキラ、お前何やってんだよ。おいネオ、お前は第100回大会の夏の甲子園の優勝メンバー、大阪桐蔭の一員だったんじゃないのか。5番ショートで世代最強と言われたあの大阪桐蔭の5番ショートだったんじゃないのか。おいネオ、ピッチャーなんかやってる場合じゃないんだよネオ。今日はですね、ネオアキラについて話したいんですけれども、ちょっとネオアキラがちょっとね、何をやってるのかピッチャーをし始めました。はい、敗戦処理で、2、3試合投げて抑えてピッチャーがいいと思ったのか分かんないんですけれども、立浪監督は何を考えてるのか僕はちょっと分かんないです、正直。なんで、まずネオアキラをドラフト1で取ったのか。まず、ピッチャー2通りやらせるために1位取ったわけじゃなく、ちょっともったいなさすぎるっすよ。あんだけのバッティングセンスでドラフト1位になって強肩強打で入ってきて、まあ、ピッチャーはできるっていうこともありますけれども、幅を広げるっていう意味でそのピッチャーに専念っていうコンバートっていう選択かもしれないですけど、早すぎるコンバートが。うん、もうちょっとね、まだ4年目か、ネオ君は19、20、24年目だよね。ちょっともったいなさすぎるな。おいネオ、今でも遅くない、今すぐバッターに戻れ。僕もピッチャーやってきてプロの厳しさを知ってます。ねえ、お前身長何センチだ。身長ね、身長で抑えれる抑えれないっていう話をするのは俺嫌いなんですけれども、絶対にお前はまたバッターに戻る日が来る。そんなに甘くないぞ。おいねよ、交流戦終盤に立浪監督とねおあきらが相談したらしいんですけれども、一軍に出たいからってピッチャーをしますっていう答えだったらやめとけねよ、将来ないぞ。俺も2軍で先発やってて、1軍上がった時に中継ぎにいきなり配置転換された時はちょっとなんでと思ったけど、やっぱ1軍残りたいっていう一心でどこでもやっちゃうっていうその2軍の選手の癖っていうのがあるから、お前はバッターだって本当にねよ。でね、プロではピッチャー投手ではね、1年目なのでこれからいろいろ吸収しますと言ってたけど、もうお前はもう22歳だ。22歳で次立教の山田君とかね入ってくるでしょ、同世代の。あと遅れるぞお前は。ピッチャーやれてもあと8年だお前は。そう、絶対バッターに戻ってください。はい、ということで賭博スポーツ記者久保記者、この件についてどう思いますでしょうか。ネオ君がね、はい、やっぱあんだけのスーパースターは大阪桐蔭で、そうですね、はい、全国制覇もして、うん、言ってみたらネオ世代って言われても過言ではないぐらいのバッティングセンスと表現を持った選手が、結果が出ないからといって高卒3年目4年目でピッチャーをね打診されて、まだね22歳っすよ、それはさ、はいとしか言えないっすよ、一軍出たいから。どう思います、ネオアキラですよ。ネオアキラっすよね。やっぱ僕も同じようにバッターの方がいいかなと思ってますね、やっぱピッチャーよりも。でこのプロの3年間あったじゃないですか、はい、でさっきおっしゃったように同世代の山田君だったりとか入ってくるわけで、スタートライン一緒になっちゃうじゃないですか。そうなんですよね、うん、すごいもったいないですよね。今までのプロ4年間は何だったんだって話になるんですよ、はい、で圧倒的な差があって経験値が違いすぎる、投手とバッターでは、うんうんうん、やっぱね、今はやっぱそのプロのボールっていうのは目で慣れるまでめっちゃ時間かかる人もいるんですよ。そこから高校生の時みたいに覚醒してしっかり打てたりとかできるんですけど、やっぱ圧倒的経験値が違うんですよね、うん、逆にこのピッチャーをやってバッターに生かせることってあるんですかね。バッターからピッチャー、いや、ピッチャーになるわけじゃないですか、うん、そのピッチャーを経験することによって、まあ、もし次バッターとかに、まあ、内野手とかに転向になった時にそれ生かされることって結構あるんですか。あると思いますね。それはありますね、うん、やっぱそのカウントでピッチャーがどういう心理状況っていうのもピッチャーでも学べるし、うん、それはまあもし次バッターに戻るんだったらプラスではあるかもしれないです、うん、なるほどですね、うん、この大阪桐蔭の、まあ、西谷監督とかも、はい、ちょコメントしてるんですけども、西谷監督、はい、はい、ちょっと言ってるのが打撃が思うようにいかないとは感じていた、うん、不器用な子だとおっしゃってるんですけど、なるほど、相当
不器用なんですかね。なんか、うん、まあ、結構僕も動画で見るんですけど、不器用なのかすごい真面目な子らしいんですよね、うんうんうん、でプライドが高い、うんうん、でもなんでプライドが高かったらバッターにもっと集中しなかったのか、まあ多分それはね、同世代の活躍もあり焦りもあると思うんですよね、うんうん、やっぱ一番でなきゃいけない藤原恭太だったり立教から入ってくる山田だったりとかね、うん、やっぱそういうプレッシャーの中ライバルたくさんいる中で勝たないといけないから、まあ、硬くなってねファームでも結果出せなくなったりしたと思うんですけど、うん、やっぱバッターっすよ。ですよね。根尾明と言ったらですよね。ピッチャーという印象はそんなないですもんね。はい、高校だから通用したんじゃないかっていう話もあるんですけど、僕あの生で日本代表大学生対高校生の試合に行ったんですよ、神宮で、うん、そのキバットでもやっぱ大学生の球をしっかり見れてたし、即戦6球のプロでも通用するようなピッチャーが普通に強い打球ってヒットも打ってましたし、うんうん、やっぱね、指導力が中日ではないのかなと思いました。あと強制的にさせてるのかな、根尾を育てたっていうコーチが、自分は根尾を育てたって言いたいから根尾にいっぱい教える、うん、教え込んで空回りして崩れちゃうタイプっていうんですよ、うん、前の巨人の太田大志だったりとか、はいはいはい、そうなっちゃったのかな。何にせよ、今すぐ、まあ、当初ねまたやるっていうことは応援しますけれども、いつか必ず絶対バッター戻りに行きます。抑えれません根尾君、あなたは間違いなく、うん、はい、ということで今日は根尾明ピッチャー変更について思いを語りましたけれども、まあ、この動画見ないと思うけどね、よくバッターに変わってください。それでは次の動画でお会いしましょう。野球少年バイバイ。本日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。この動画が良かったな、見たら楽しいな、面白いなって思う人がいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆さんまたぜひ動画を見てください。よろしくお願いいたします。野球しようよー。